神話編最大の戦い、ギガントマキア勃発。神々の力では殺せない。選ばれたのがヘラクレスとタルタロスとこのガイアが交わる。デュポンが生まれます。絶対に負ける。はい、どうも、世界の謎に迫るトゥーランド V ログの時間です。よいしょよいしょ。ギリシャ神話編最大の戦い、ギガントマキア勃発。いや、3世代ぐらいの神々が、まあ、最高神の座をかけてね、戦い合ってたっていう、このギリシャ神話の最初のストーリー。ガイアっていう神様が現れて、天空の神ウラヌスと結婚しましたと、でもこのウラヌスは見た目がね可愛くない子供が生まれたらどんどん幽閉していったわけですよ、それに怒ったガイアはね、自分の息子たちティタン神族っていう第2世代の神様たちにね、倒してほしいねんっていう話を持ちかける。でほとんど断った中で末っ子のクロノスだけがこの手を挙げてウラヌスを倒すわけです。そして最高神の座を得ると。しかしこのクロノスも父ウラヌスが残した言葉、お前も息子にやられんでみたいな言葉を気にして生まれてくる子供を全員丸呑みにしていくと、それでも奥さんの策略により生き延びた子ゼウスがね、結局この反乱を起こして第2世代のティタン神族 VS 第3世代のオリュンポスの神々が戦争を起こすっていうね、ティタノマキアが勃発してゼウスサイドがそれに勝ちまして、で第3世代の神ゼウスが最高神に君臨するってね、こういうお話でしたよね、でこのゼウスはね、ティタン神族に勝った後に全員タルタロスって地獄以下みたいな場所に全員落としていったわけですよ、最初今後ね味方やったガイアと母なる存在もちょっとそれやりすぎちゃうかと、もうこれはもう逆にこのオリンピスの神々滅ぼしますぐらいのテンションにこのガイアがなっちゃう、その期間にも人間の歴史もどんどんこう滅ぼされたりするこの期間があって、その間こうガイアはものすごいこう巨人のねギガンテスっていう巨人を従えて、母なるガイアがね、ギガンテスどもよ、オリンポスの神々を滅ぼすのだって言うわけよ。ギガンテスがママ行きまーすって来るわけよ。意外とマザコンなの。でこのギガンテスっていうの特徴がありまして、それは何かと言ったら、予言でこれ告げられるんですけどもね、神々の力では殺せないっていう特殊能力があるのよ、このギガンテスたちはもう避けたりせえ、大地とかがあったらそのままその大地を引き裂いて歩く、山があったら山バギー、我が前にあるものは全て壊す、ゼウスのこの雷とかいろんな神々の必殺技もダメージは受けるけど死なない、大苦戦を強いられるわけですよ、ギガンテスはむちゃくちゃでかいから、もうその山をバコンって切り取ってそれを投げたりとか、いやね、岩投げたり島を投げてきたりとか、ものすごい攻防がくわーってもう世界中ぐちゃぐちゃになるよ、もう人間からしたら何事やみたいなどうしたこれ世界島飛んでるみたいな大災害が起こるわけですよ、神々が苦戦するので、じゃあ神々の力じゃ無理っていうことは、人間ならいけるんじゃないかいうことで選ばれたのがヘラクレスなんだ、ああまあそうよね、そうヘラクレスの力を借りてこのギガンテスに挑むっていうね、ハーフならいける、そうハーフならいけると、ゼウスとかバチンダメージを与えて、でそのヘラクレスがあのヒドラのね、毒を塗った矢で仕留めていくっていう、あらららら、もうこれをずっと、ね、もう全員そのギガンテス全員ヘラクレスがとどめさせていくっていう、すごいめちゃくちゃ強い、そんないっぱいおんだ、我の名前はミマス、我が名はパラス、私の名前はグラティオン、我こそはアグリオスなり、いろんなこうギガンテスが現れるんやけど、めっちゃ種類多い、全員このヘラクレスによって毒によってヤーってやられるんだけど、ギガントマキアと言われるね、この大宇宙を揺るがす大戦争は、まあゼウスサイドのオリュンポスの神々が勝利するんですけども、こうなるとガイアの怒りが収まらない、なんとしても勝ちたいってなるね、そして最終手段、ティタン神族も封印されてる奈落の底、地獄以下の場所、これタルタロスって言うんだけど、このタルタロスとこのガイアが交わる禁断の交わり、もう大地の神と、ね、地獄以下のタルタロスが交わることによって、究極の生物デュポンが生まれます。なんやこいつ、首を伸ばすと頭がもう星々に届くと、手を伸ばせば世界の端っこに届くと、肩からは100頭の蛇が生えてる、ほんでガーシーも蛇で、蛇まみれよね、もう腕長い首長い、ものすごいサイズで目からは火をブッ、いや
うわーティポーン。でもこのティポーンはもうゼウスがあの雷帝っていうね武器を使っていく本気のイカズチを落とすわけよ。バチ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 、うわー効かねーティポーンなりシュパン、うわー。でオリンポスの神々がゼウスの雷効かへんけーみたいな感じで初めて見たーって言って、神々やったら殺される神々の姿してたら殺されるってことで、えいって言って動物の姿になって逃げる。あららららら。恐れを成した神々は動物の姿になって逃げていくのよ。でこの姿になってエジプトに逃げたって。あら、あのエジプトの神様って半分動物やったりとかしてたやんか、そこで半分獣の姿になってエジプトに逃げたっていうお話があるぐらい。あららららら。これ繋がるわけですね、エジプトのお話ともね、うん、そこで残されたのがたった一人ゼウスのみやった。それでもこう雷雷帝を持ってポンチュポン絶対に負ける、うわーポンチュポン、うわー頑張れ頑張れ、うわー頑張れ、これをずっと続けてうわーうわーやばいやばいやばい、うわーはーってなってもう力尽きちゃうのよ。あーゼウスが手足の剣ってあるやん、うん、剣を全部ちぎられて、うわー。んでもうそれでもゼウスなかなか死なへんから、うん、一回幽閉されんの。プワッ、おでも敗北よ。お最高神ゼウスがデュポンに敗北するんですわ。うわ、あの最強のゼウスが。そこでペルセウスに空飛ぶサンダルを授けたりとか、うん、まあゼウスが浮気したらその火消しをしたりとかっていう、あの盗みの天才ヘルメスっていう神様がねこの助けに来るわけよ。で、ゼウスの剣を集めて、うん、手足の剣を集めて、回復させるっていう。おぉ、ようやった。ねえ、もうそこでまた。次は負けんぞテュポーン。実はこの戦いで、テュポーン側相当な傷を負ってて、俺割と追い詰められてたね。で、もうゼウスも、ブッ、こういくら、で、その雷帝を持って、ブッてまた行くわけよ。雷がバーンってなって、そのテュポーンと飲む戦いがまた、起こるわけ。奈落の底のタルタロスでさえも揺れるぐらい、うん、でもう海は沸騰して煮えたぎってる。冥界のハデスとかものすごい振動くる、うん、やばいぞこれ。そしてその凄まじい戦いの末にチュポーンは海に逃げようとする。おー身を隠さないと。でもデカすぎるか最終手段ゼウスはめちゃくちゃでかい島を持ち上げて島を投げるっていう最終奥義、島落としっていう、島落とし、島を持ってえいってのよ。カーン、やー、島で殺されるとはな。おー、いったー雷帝のが強いで、この時に落とされた島が後のねシチリア島になるって言われてる。シチリア島で、こうしてこのギガントマキアからのラスボスティポーンとの戦いをね、ヘラクレスの力をね借りたりとか、さまざまなこういう曲折を経てゼウス側が勝つというね。いや危なかったっていうのがねこのギガントマキアの全容でございますと。うん、いかがだったでしょうか。いやー面白いし、ゼウスよかった、頑張ったよ。そうなんですよ。でね、これまでねね、クロノスが治めてた人間のね、うん、黄金の時代っていうのが、人間もほぼ不死で自然のこの豊かさだけで生きてた時代、争いもなかった時代、うん、からゼウスにバトンタッチされると銀の時代っていうのが訪れて、うん、まあ、四季が生まれたりとか、うん、ね、こう人間同士で争うようになったりしたり、神を敬わなくなったのでゼウスは人間を地中に閉じ込めたというか全滅させました。で、その次が青銅の時代っていうのが生まれ始まり、パンドラっていうね初めての女性が生まれ、うん、でこうパンドラの箱を開けちゃってがゆえにこう憎しみとか恨みがこう広がってしまって、また争いが始まり、それを見かねたゼウスが洪水で滅ぼす、うん、でその後にまた再びこう人類を蘇生するわけなんですけど、これが英雄の時代って言われてて、人間と神様が交わって英雄が生まれるってね、うん、それが活躍し、ちょっとねこう落ちかけてた落ちてた人間のこの流れをちょっとこう英雄の時代で盛り返す、うん、そういう流れだったんですね。でこのギガントマキアもこの英雄の時代のお話なんですけどね、うん、この後に来るのがギリシャ神話で伝えられてる最後の時代、お鉄の時代っていうのが来るんですよ。鉄の時代、次回はこのね鉄の時代について、この英雄の時代の終わりから鉄の時代のお話をして
ギリシャ神話のお話は閉幕とさせていただきたいと思います。ということで今回この辺でまたね、バイバイ。